重間春太の本当の術式と残された謎。現在クライマックスを迎えている呪術廻戦、その呪術廻戦で注目したいのは重間春太の本当の術式と残された謎。アニメ第2期も渋谷事変に突入し、どんどん虎杖たちの戦いが激化していますが、そんな渋谷事変を人間でありながら呪霊側につき散々かき回したトリックスター重間春太、すでに物語から退場している彼ですが、奇跡を貯める術式や祖師側の事情など重間にはかなり謎が残されています。ということで今回は祖師重間春太の本当の術式と残された謎について徹底考察したいと思います。なお呪術廻戦第238話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。第52話で京都校との交流戦をしていた高専に真人たちと共に侵入してきた地祖師の一人重間春太。そんな重間の外見はというと、サイドテールの長髪に目元には矢尻のような模様があり、この表面が重間の術式に深く関わってきました。また武器としてですね、組や重造作の手首がついた刀を持っていますが、この刀は刃の部分が呪具になっており、呪霊を相手にした場合にも攻撃でき、また組み込まれた術式により遠隔操作で攻撃ができることも分かっています。そんな重間の性格を一言で言うと、臆病で残忍。これこういうのよ、こういうのが向いてんのよ。第114話で怪我をした伏黒を背後から襲撃した重間のセリフからも分かるように、重間は自分より弱い相手をいたぶることが得意だと自覚しています。さらに52話で釘崎から聞かれてもいないのに自分のことをペラペラ喋ると指摘されていたように、自己中心的で他人に対してはほとんど興味がないという感覚の持ち主、また裏梅からの指示におとなしく従い補助監督を買って回っていたことからも分かる通り、重間にあまり大義のようなものはなく、自分の快楽に関することとでは消極的であることが伺えます。そんな重間の術式は奇跡を貯める術式です。本編での説明によると、日常の小さな奇跡を記憶から抹消して蓄え、蓄えられた奇跡は自身の命に代わる場面で放出され、危機を回避することができるというかなり特殊なものであり、奇跡の高は目元の模様で認識できるものの、重間自身はですね、その性質を自覚していないという欠点を持ちます。そんな呪術高専側にとって厄介な敵であった重間も渋谷事変であっけない最後を迎えます。奇跡と新田を痛めつけていた重間は、駆けつけた七海がブチ切れたことでボコボコに、そして奇跡の術式を使い果たしながらもなんとか逃亡した重間は、たまたま出会った手負いの伏黒恵を痛めつけようとするも、伏黒は最強の式神八束の剣異界神将マコラの長伏の儀に重間を巻き込む。そこに伏黒を助けるため宿儺が駆けつけマコラを撃破、長伏の儀がなかったことになり重間は助かったと思い逃げようとするも、宿儺はですね、重間にすでに斬撃の術式を浴びせ真っ二つになって死亡してしまったんです。あっけなく渋谷事変で退場してしまった重間ですが、実は彼には2つの謎が残されています。1つ目は奇跡を貯める術式とは何なのか、2つ目は裏梅と重間の関係性です。今回はその2点に注目をし、重間の術式は本当に生き延びることだけが目的のものなのか、なぜ重間は裏梅に協力していたのか、そして賢者にとって重間を協力させるのはどういった意味があったのかという点を掘り下げて考察したいと思います。重間の術式については第119話でこのように語られています。呪詛師重間春太の術式は、奇跡を貯める日常の小さな奇跡を重間の記憶から抹消し蓄える、蓄えられた奇跡は重間の命に関わる局面で放出される、奇跡の高は目元の模様で識別できるが重間自身はそれを自覚していない。この説明にもあるように、重間の目元の印は奇跡が溜まっていると黒色、奇跡が放出されると白色になっています。そしてこの説明からは、重間の術式は奇跡を貯めておくことによって重間が生き延びられるようになるということが語られています。しかし重間本人は第100話での七海との戦闘で奇跡を全て使い果たしてしまい、それに気づかないまま伏黒を襲撃、そして伏黒からの意趣返しによって召喚されたマコラと駆けつけた宿儺の戦いに巻き込まれたことで体が前後に切られて死亡するという衝撃的な退場を果たしています。このように重間本人は自分の術式によって生き延びられるということは理解しているものの、奇跡を貯めているから助かるということや、奇跡を使い果たしていると術式の効果がないということを理解していなかったことが分かりますよね。そして重間は実際に第100話での七海との戦闘で6つの印が全て白く変わっているように奇跡を全て使い果たしています。この七海との戦闘について振り返ります。七海は重間を3回殴っており、それぞれのタイミングで重間の印は白く変わっていることが分かります。最初のタイミングは七海からですね、仲間の数と配置を聞かれた際に重間が知らないと答えて刀で切りつけ、さらに蹴りを入れようとした際に頭角呪法で裏剣で殴られ吹っ飛ばされた時です。壁に叩きつけられた後のですね、重間を確認すると印が1つ白くなっています。
います。この後しげもは逃げようと考えたものの、七海にさらに質問をされ、顔面に拳を叩き込まれたタイミングでさらに印が一つ白く変わります。すでにしげもは七海と自分の絶対的な力の差を理解していましたが、ここで七海はしげもに対して質問をしています。ここに来るまで何人もの補助監督が殺されていました。あなたですね。七海が激怒しているということをですね、ようやく悟ったしげもはごめんなさいと言いかけますが、それよりも先に七海は頭角時報によってしげもの腹を殴りつけ、しげもはビルの壁を貫通して倒れています。この後第114話で再び登場したしげもは、目元の印全てが白くなっていたことから、七海の最後の一撃によって4つの奇跡を放出しているということがわかります。そして七海の頭角呪法についてはご存知の通り、7対3の割合で分断した点に攻撃することで強制的に相手に弱点を生み出し、クリティカルヒットにするという能力。さらに渋谷事変ではですね、七海は時間外労働だったことがおまけページで語られていることから、この時の七海は 100% 以上の呪力で殴っているということがわかります。これを踏まえると、しげもが殴られただけで奇跡を使わなければ死ぬような状況に追い込まれていたということも納得できます。しかし七海はこれまで一貫して冷静な大人として描かれている。そしてこの時はそばに怪我を負っている釘崎と新田がいました。この状況であれば当然七海はしげもが確実に死んだということを確認する必要があるはずです。しかし七海はしげもの死体を確認しなかった。一体なぜなのか。その理由は七海がしげもが生き延びていることは気づいていたと考えられます。というのもですね、しげもの術式はあくまでもしげもの命が危機に瀕した時に溜めていた奇跡を放出するというものなので、怪我を治してくれるようなものではありません。実際に七海に顔面を殴られた時に鼻血を吹き出し続けていたり、鼻の周辺が折れているように腫れているのはシグロと戦った時も変わっていません。つまりですね、七海はシゲモが動けなくなるほどのダメージを与えているため、シゲモが生き延びていても動けない、これ以上は戦えないだろうと判断したと考えられるわけです。ですが実際に先ほども触れたように、七海たちが立ち去った後にシゲモはシグロを襲撃しています。ではどうして七海が危険性がないと判断したはずのシゲモが動けるようになったのか。それはですね、シゲモの術式が生き延びるためだけの能力ではなかったという可能性が考えられます。というのも、シゲモの術式については蓄えた奇跡を放出するということだけは明かされていますが、奇跡がどのように作用してシゲモが助かっているのかということについては説明されていません。単純に考えれば、本来は死ぬような攻撃を受けてもシゲモのためた奇跡が放出され命拾いするということが言えます。ですが七海との戦いでは、シゲモは頭角時報で殴り飛ばされた時に印が一つ白くなり、黒い印は残りつつなっています。そしてその後も腹を七海に殴られた時に印がさらに一つ白くなって、黒い印は4つ。つまりですね、一度死にかけるたびに印一つ分の奇跡を放出していることがわかりますが、最後に七海に殴られた時だけは印が一気に4つ白くなっています。つまり印一つ分の奇跡の放出ではシゲモは助からなかったということが考えられます。ではどうしてシゲモは印4つ分の奇跡を一度に使わなければならなかったのか。それはシゲモは反転術式によって治療をしたからだと考えられます。とはいえ、反転術式は天才である五条でもですね、一度死にかけて呪力の核を使うまでは使えなかった高等技術。自分の術式を把握できていないと釘崎に語っていたシゲモが使えるのは明らかにおかしいです。そしてそれこそが七海がシゲモはですね、これ以上戦えないと判断した理由だったと思います。では具体的にシゲモはどのように復活したのか仮説を立ててみましょう。まず七海に頭角時報で殴られた時点で、シゲモは一つの奇跡を放出することで命拾いします。しかし七海の拳の衝撃で吹き飛ばされたという事実までは変えられないため、ビルの壁面に突き刺さる形になります。この時にさらに一つの奇跡を放出して命拾いします。そして七海に殴られたことで受けた体のダメージを反転術式で治療するために二つの奇跡を放出する必要があった。こうすれば最後に七海に殴られたシゲモが印4つ分の奇跡を一度に放出していたということにも辻褄が合うのではないでしょうか。また実際に第100話のラストでは、シゲモはビルの壁面にめり込み、下顎が砕かれているかのように口からも血を吹き出していますが、第114話で伏黒を襲撃した時には前歯が欠けてはいますが、ほとんど負傷の後遺症は残っていないということがわかります。このことからも七海との戦いの後にシゲモがダメージを治療しているということは確実だと思われます。このように本人も自覚しないまま命拾いし、さらには反転術式まで利用していたシゲモですが、彼の術式にはデメリットも存在しています。それが日常で発生した奇跡をシゲモの記憶から消去するという点です。最近の呪術廻戦でいうところの縛りとも捉えられます。これはシゲモが奇跡を貯めるための方法として解説されていますが、シゲモ本人からすれば日常において幸せだと感じるような些細な出来事が全く感じられないという状況に陥ります。言い換えればシゲモは日常において自分が幸福だと感じることは全くなく、命の危機で生き延びた時には初めて自分は幸運だと感じられるということが言えます。また生き延びた、やっぱ俺は運がいい。シゲモが死亡した第119話では、スクナに見逃されたと思った瞬間のシゲモが思わず笑みをこぼしたシーンの後、このようなモノローグが描写されていました。そしてこの後もシゲモはこれまでにないほどの笑顔を浮かべて生き延びたと言いながら死にました。このようにシゲモにとって生き延びたというのは自分が幸福だと実感できる唯一の状況だった。そしてこの命の危機でないと幸福を実
感できないという奇跡をためる術式の影響があったから、シゲモはあえて自分や他人の命が危険にさらされる呪詛師になったと思われます。先ほどまでの解説でも、シゲモは渋谷地編で高専の術師たちと敵対はしていたということは伝えましたが、実はシゲモは渋谷地編の主犯である賢者とは全く会話しているシーンがありません。一方で第53話では特急呪霊の真人と、92話では裏嫁との会話が描かれています。そして53話の中ではシゲモと同様に賢者に協力していた組屋がですね、このような自白をしていました。ハンガーラックを作りたかったんだ。それはあの坊主、名前は知らねえ、白髪おかっぱのガキだ。この内容からも組屋もまた裏嫁から協力を持ちかけられた一方で、賢者とは接点がなかったことがわかります。よってクミヤとシゲモは賢者とは接点がないか、多少あったとしても基本的なやり取りは裏嫁としていて、また裏嫁と本質的な話はしていないと推測できます。この状況については賢者が第53話で語ったセリフと公式ファンブックでの描写がヒントとなります。クミヤ重蔵、こいつは捨ておいていい。最後まで作戦行動の取れる人間じゃない。今後邪魔になる。なぜ呪詛師になったのでしょうか。お使いはできてもルールを守れるタイプじゃないので。つまりクミヤもシゲモもともに賢者にとっては信頼のおける人物とは言えない人間だった。特に渋谷事変以前では賢者は自分の外見が下等であるという事実は五条獄門教に封印するための切り札にしていたことから、絶対に高専側には知られたくない情報です。校舎事情から賢者の情報を迂闊に口にする可能性がある。信頼できないですね。組合や重茂といった呪詛師との交渉は全て裏嫁に任せていたということが考えられます。一方で重茂は裏嫁に対しかなり馴れ馴れしい態度をとっています。あなたはこのまま帳の外でスーツの人間を借り続けてください。はい、終わったら中行っていいよね。これに関して重茂の自分勝手な性格が原因だと思われます。シゲモはですね、自分が楽しいと感じることが何よりも重要で、それ以外に対しては無頓着であり、そして裏嫁もそもそも現代の術師たちに正体をバラしていないことから、というのもですね、裏嫁は賢者君に対して邪魔やいねといった辛辣な対応をしていますが、第200話で非術師のアメリカの首脳陣と話している際にはシゲモ同様に丁寧な口調で話をしていました。こちらに敵意はありません、どうかご着席ください。つまり裏嫁が丁寧な口調で話すというのは、スクナのような明確に自分の主人として敬意を持っている相手以外には人間無礼な態度を貫いている、逆に言えばシゲモをですね、非術師のようにいずれ切り捨てる対象といった目線で見ていたということがわかります。逆にシゲモはそういった裏目の態度にも興味を持たないからこそ、慣れなしい態度を取り続け、裏目が自分よりも強いという可能性についても全く考えていなかったのでしょう。そしてその他人に無頓着であるという特性が、シゲモはナナミに攻撃を仕掛けて奇跡のストックを全て使い果たすという原因にもつながったといえます。しかし一方で賢者はシゲモを光線では切り捨てていません。というのも渋谷事変ではまだ呪詛師に使い道が残っていたからではないでしょうか。渋谷事変では4枚の帳が使われていたことが91話のメカ丸のセリフでわかりますよね。今渋谷には4枚の帳が降りている。 A 一般人を取り込める帳、 B 五条悟を閉じ込める帳、 C 術師を入れない帳。そして釘崎たちが重本と遭遇したのは98話で帳外ということが明記されています。つまり呪詛師である重本は A の一般人を取り込める帳は自由に行き来することができ、補助監督の殺害をしに帳の外に出ることも、裏目への連絡などが必要になれば帳の内側に入るということもできることがわかります。このように光線側の戦力を削る遊撃手として使う分には、重本という人物は賢者にはまだ利用価値があった。とはいえ賢者にすればあくまでも渋谷事変は後の死滅回遊のための布石、そして死滅回遊の開始に伴って賢者は非術師にですね、遠隔で無意伝編を施し、脳を術師の形に変えています。つまり死滅回遊が開始されれば、賢者はあえて現代の呪詛師を部下として利用しなくても、必要があれば自分と契約をした過去の呪詛師や術師に変えられた非術師を利用できます。そのためですね、シゲモや小神ババなどのですね、呪詛師はあらかじめ渋谷事変で使い捨てるつもりで術師が入れない帳の外に配置し、光線側の足止めをして利用していたということが考えられるのではないでしょうか。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。